はい、こんにちは、竹下敦史です。先日ね、こちらの、レスポールのペグに関してね、巻き方によって、チューニングのね安定度が異なる。これに関して、僕はそんなに物理に詳しいわけではないので、物理に詳しい友人から今日ね連絡をもらって、勉強させていただきました。ありがとうね。弦がね、ここにいっぱいある、まあ、こういうふうに弦がこうワインド弦がこう曲がってるわけです。で当然これある程度までは、弦っていうのは曲がって戻るんですが、それ以上を超えると折れてしまうんですね。この現象のことを断塑性と呼ぶそうです。断塑性とは、断性、曲がる力みたいな、弾力のあることと、塑性、両方の性質を合わせ持つことです。弾性とは力を加えると変形するが、力を取り除くと元の形に戻る。まあ、要するにこれをバネと例えるならば、バネとして曲げて戻る、この力を、元に戻る性質。一方の組成は力を加えて生じた力が、変形が力を取り除いても残る性質です。要するに曲げた時にある、点を超えた時にね、曲がって力を取り除く、要するに戻しても元に戻らない、このことをね組成と呼ぶそうです。はい、私も知らなかったんで勉強になりましたね。すごく物理に詳しい友人はすごいなと思ったんですが、最初彼が考えたのはね、この巻く回数が多くなればなるほど、弦は下に向かって、張られるわけですね。この中心点がそこから、このナットまでの角度が変化することで、僕が言っているチューニングの安定度が変わるんではないかと、そのように推測したそうですが、僕は、下に巻いている回数は変えていなくて、要するにその角度変化はないままに上に1回巻いていると、これでね、なぜ音の安定度が上がるのか、理解できないという、そういう説明をいたしましたところ、僕の推測ではトータルでね巻いてある弦の長さ、全長が変わるわけです。まあ、それによって、いわゆる今説明を受けた断塑性が、巻いてある弦が全てが移動するわけですよね。軸に巻いてあるところも固定されていないので、全てが全長が長くなることによって曖昧感が出るわけです。それによって結果的にチューニングが安定したように感じる、実際に安定するも曖昧感が増えるわけで、安定するわけですよね。シビアさがなくなっていくわけです。そういうふうに考えてるんだけどどうだろうかという、話をしましたところ、それは正しい考え方ではないかと、全長が長くなることで、曖昧感が増して、いわゆる断塑性が、よりしなやかになる、その彼もね、ちょっと伝えにくいイメージとして伝えにくいって言ってましたけど、すごく、きちっとしたね式があって、計算式があるんですけど、なかなかそれではね表現しがたいところで、ナットとね、ごめんなさいね、何が説明しやすいかな、
こういった部分にね、スタッドビスというのを打つんですが、そこにこうナット状のものを締めていくんですが、それも長いナットに対して、あ、ごめんなさい、長いスタッドに対してナットを締めていくのと、短いスタッドに対してナットを締めていくのでは、これはあの全体の安定感、安定感、強度とはまた違いますね、安定感、ある程度の曖昧さを持った形として、残りやすいもの、これをまあ安定感と呼ぶんだと思うんですが、は上がるそうです。要するに長いものに対して、ナットを締めていった方が、まあこう厚みがありますね。これに対してこのビスのこの部分ですね、この部分が長い方が上からナットを締めた時に、安定すると。これはなぜかというと、鉄の特性として距離があった方がここがバネ的に動くわけですね。まあ、こういう、まあ、棒状のものがあったとしたら、短いところで使うよりも長いところで使った方がここからここまでをバネ的に使えるわけです。なのでよくあの、まあ、致し方なく、まあ、こう短いねところに使う場合はスプリングワッシャーだったりとか、サラワッシャーなんかで締めたりするのは、まあ、あのそこに若干の弾性、しなやかさを持たせるためにスプリングワッシャーなどを入れるわけですね。しかしそれは締めていくことによって、結局スプリングワッシャーを強く締めちゃうとそこで潰れてしまうんで、いわゆる断層性が失われて潰れたまんまになってしまうわけです。それよりは基本設計としてビスの長さを、スタッドの長さを長くとって、それをここの距離を長くとってあげることによって全体の安定感が増すという、非常にあの、まあ、物理で言うと僕でも分かりやすい、極めてね、いい回答をもらいました。皆さんとねこういうことをね少しずつ、勉強していけると、よりね、楽器というのはあの全てが曖昧なものなんで、それをあの周波数でね、440とかね395とか、それが音に変わるわけですよ。それは当然物理的に物を叩けば必ず音は発生しますんで、そのちょっとのね長さの違いでこれだけ音が違うっていうのはね、とても、まあ、科学的にね物理的に証明していけるととても、僕たちね、音楽としても楽しいと思いますし、物理的にねそういったものに対して新たな興味を持つ僕に対してすごく極めて分かりやすい説明をしてくれる、友人も非常に、また違う側面からね、また物理というものを見れるんじゃないかと思います。そういうねあのいい関係が築ける友達っていうのはね非常にいいもんだなと思ったりします。はい、そんなわけでね、一つあの自分が曖昧になんとなくと思っていたものを、まあ、非常に科学的に証明できたっていうのはねすごく嬉しいです。またねこのチャンネルではこういうふうにあの、まあ、他とはちょっと違う、なんとなくこうっていうものを、それぞれの、世界のスペシャリストが幸いに友人にいますので、そういった友人とね共に証明していって、さらに違う分野へ発展させられるような、そんなね人と人とのつながりが、ご紹介できればと思います。それではねまた次回の動画でお会いいたしましょう。 See you next time です。